さあケイちゃん、遠慮はいりませんよ。どんどん食べちゃってください。ちょっと待て。おい、どれから行きます？どれもうちのパティシエ自信作ですからね。ちなみに私のおすすめはこれとこれと、あとこれとこれとこれ。とにかく説明してくれ。いきなりここに呼び出したらともかく、このケーキの山は一体なんだ？せっかくですから夕飯をご馳走しようかと。お前の家じゃ食はパンの代わりにケーキなのか、このマリー・アントワネット。それがなんでケーキの試食会になったんだ？いいじゃないですか、ケイちゃん。昨日お姉と楽しんできたんだから、今度は私も楽しませて。ね？そんなことよりも。昨日、どうだったんだ？すみません。R 入ります。さっき聞きました。お姉、今日休んだんですね。電話しようと思ったんだけどな。その前に、お前から電話があったから。はぁ、まったく。結論から言います。問題、すべて、解決。え？だから、言ったまんまですよ。心配しまくらせてしてやったりってな感じですが、お会いにくさまってやつです。つーか、それだったらもったいぶらずに昨日のうちに言えよ。シオンもひでえが、ミオンもミオンだ。こっちは結構今の今まで気が気でなかったんだぞ。そりゃお互い様ってやつでしょ。違いますか、リカちゃまとあちこち出歩いている浮気者の前原圭一さん。その反論はいずれ聞くとして、お姉には私から口止めしたんですよ。もう少しケイちゃんに心配させろってね。どういう意味だよ。そつがなさすぎると男から見れば構わなくても大丈夫って思われるもんですから、気を引きたかったら他の女のことを考える暇がないくらい、もうちょっとケイちゃんにやきもきさせるくらいでないとなんてね。てへっ。
可愛くない上に激しく誤解ってやつだ、それは。とにかく本題に戻せ。はいはい。まあお姉と私ってのはちょっと語弊がありますね。正確には私と園崎家ってことにしておいてください。今までだってお姉とは普通に付き合ってきたわけだし、別に私お姉本人を嫌ってなかったんですから。そうだよな。だけどいつも言い合いしてるのは仲がいいからって勝手に思ってただけに、昨日のあれを見るとちょっと分かんなくなってさ。もうゲイちゃんそんな風に見てたんですか。でも好きの反対は嫌いじゃないですよ。好きじゃなければ無関心になりますから。特に私は。とはいえ昨日が確かにヤバかったのは本当です。お姉と話す機会がなかったら絶好状態が当分は続いていたと思いますよ。それじゃあミオンとは話をしたんだな。ええ、いろんな話しましたよ。ま、もっとも最初はケイちゃんだから言いますが、私かなりイラついてて聞く気全然なかったんですけどね。サトシ君、サトシ君。誰ですか？シオン、私。お姉。
何ですか、お姉。こんな時間に。マナー違反じゃないですか？ごめん。シオンと話、したいなって。あいにくですが、私は何も話すことがありませんので、お帰りください。早く帰らないと、ばあさんにきっと怒られますよ。いい。ばっちゃんになんて言われても。ね、そんなこと言われても私が困ります。どうせばあさんのことだから、また私がおねえを足止めしたんじゃないかって考えるでしょうし、そしたら結局、私が悪者じゃないですか。そう、だろうね。だから、ここ開けなくていい。ここから話すから。話、聞いてほしいよ。話したければどうぞご勝手に。でも私、シャワー浴びたいんで。それでもよければ好きなだけ喋って帰ってください。ありがとう、シオン。私、サトシのために、私のできることをやった。ベストを尽くしたって、今までずっと思ってきた。抹茶とか、その先の人間にも、いろいろ行き先聞いて回ったし、大石に疑われた時は、サトシが捕まらないようにって、お父さんに頼んで動いてもらった。だから、サトシがいなくなって、どこに行ったのかわからないって知った時は、正直、もうどうしようもないって、自分で勝手に納得させてた。シオンと、サトシの仲を知った時もそうだった。二人の仲を認めてあげてって。サトシはとてもいい子だよって。バッチャにも、その先のみんなにも、一生懸命説得した。でもみんな、うんって、なかなか言ってくれなくて、悔しくて、悲しくて、シオンたちにごめんって、いつも思ってた。ごめん。ごめんね。ごめんなさい。シオンがしてもらいたかったのは、そんなことじゃなかったんだ。私、ケイちゃんのことを好きになって、やっと、わかった。もしケイちゃんと、私との付き合いをみんなに反対されたら、私、どんなことをしても、認めてもらうまで説得してたと思う。一生懸命じゃない。死に物狂いで、命だって投げ出して、それでもダメな奴がいたら、最後は殺してでも。いなくなってもそう。村全部、ひっかき回して、それでもダメだったら、隣の町も、その隣も探して、探して、探し続ける。日本全国探してもいなかったら、外国にだって行って、見たっていう人がいたら、1% でもいいからその可能性にかけて、それでも見つからなかったら、周りの人がみんな嘘言ってるんじゃないかって疑って、詰め寄って、聞きまくって、どんなことしてもケイちゃんに会いたいと思う。もしケイちゃんを殺した奴がいたら、私がこの手で殺してやる。そんな思いを。臭いな。しよう。あんたはずっと、この1年ずっと、思ってたんだね。そんなことにも気づかずに。私は、本当に最低だった。その先の力。その先の当時の力、もっと使い方がたくさんあった。うるさい！うるさい、うるさい、うるさーい！
今さら何を言われても、どう言い訳しても何になる。サトシ君はいなくなった、あんたたちのせいでいなくなった。全て終わってどうしようもなくなってから謝罪されても、サトシ君は帰ってこないんだ。ごめん、本当にごめんなさい。私がしなきゃいけなかったのは、あんたやサトシを助けることじゃなかった。あんたたちの幸せをどんなことをしても、何を引き換えにしても守ってあげることだった。分かってるんじゃない、分かってたんじゃない、あんたは。なのにあんたは何もしなかった。ミオンなのに、あんたがミオンなのに、私とサトシ君のために何もしなかったんだ。ごめん、ごめんなさい、シオン。もういいです、そんな口先だけの謝罪今更聞きたくもないです。気が済みましたか。だったらとっとと帰って、お願いだから。シオン、聞いて。私はケイちゃんが好き、大好き。帰れって言っただろ。だけど私、サトシが見つかるまでケイちゃんとは付き合わない。ずっと友達のままでいる。もう今日みたいに二人きりで出歩いたりしない。他に誰かと仲良くしても黙って見ている。はあ、何ですかそれは。あんたの自己満足に付き合って。だから一緒に探そう、サトシを。お姉、言ってる意味がわかりませんよ。なんでサトシ君を見つけるためにそんなわけのわからないことをするんですか。だって私バカだもん、どうしようもないバカだもん。私だってサトシのこと探したい、どこに行ったのか確かめたい。でもこうでもしないとシオンの必死な思いに近づけない。だって私バカだから、シオンと同じ痛みをずっと持ち続けていないとまたどこかで妥協しちゃうもん。ミオ、これはどうしたの？シオンだけが爪を剥がされるなんてかわいそすぎるんだもん。ミオ、お願い、お願い、シオン。遅すぎるって分かってる。今更だって言われても仕方ない。けど、一緒に探させて。私、あんたのサトシへの思いと同じくらいケイちゃんが好き。だけど、サトシが見つかるまで、ずっとこの思いを閉じ込める。約束する、約束するから。本当は大好きなのよね、ミオンの。いえ、シオンのことが。
とっても。シオン。近所迷惑ですから。早く、中に入ってください。おね。もう遅いですし、泊まっていけばいいですよ。一緒に、ばあさんに怒られましょう。シオン。と、まあ、こういう感じでして。昨日は久々に二人一緒のベッドで寝ましたよ。そっか、よかったな。で、せっかくだからってことで、実はついさっきまで一緒だったんですよ。二人して学校サボって、どうでもいい話で盛り上がっていました。それでまあ、自称未来の義理の妹としては、義理の兄にも幸せのお裾分けをと考えまして。ただ、ここのデザートでその等価を求めると、これくらいの量でもほんのわずかばかりなんですけどね。そのほんのわずかばかりを食い切れるかどうかは自信ないがな。よし。俺もエンジェルモートの K と呼ばれた男。この程度のボリューム、好きっぱらにはなんてことないぜ。K ちゃんならそう言ってくれると思ってました。さ、どんどん食べてください。追加オーダーもじゃんじゃん受けたまわりますよ。いや、それはさすがに勘弁。そういえばさ、シオン。あの時高野さんからもらったスクラップ帳って一体どんなやつなんだ？もらったんじゃないですよ。ちょっと貸してもらったんです。私が雛見沢の鬼隠しについて調べてるって言ったら、役に立つかもって貸してくれたんです。もっとも少し見てみたんですが、なんかオカルト色が強すぎて、すぐに読むのをやめちゃいましたけどね。ん？これ、シオンも読んだのか？え？ああ、読みましたよ。お姉と一緒に。お姉はよくもまあこれだけ嘘800王なんて笑ってましたけどね。シオンはどう思う？鬼隠しについて。あ？ひょっとしてケイちゃん、信じてるんですか？これって結構、憶測と創作が入り混じったゴシップ記事ですよ。まあ、その崎のことを疑っていた時にこれを読んだら、結構本気にしていたかもしれませんけどね。昨日、今日と、お姉から話をいろいろ聞いているうちに気づいたんです。鬼隠しのたたりは、実は一貫性がないってことに。一貫性？ええ。犠牲者が鬼隠しに会う理由も、だんだん曖昧になっていますし、そもそもダム工事にまつわって村の掟に逆らう人が対象となるなら、
4年前現場監督を殺して行方不明になった作業員は？3年前の夫妻はともかく、2年前の神主の妻は？そして去年の主婦と、サトシ君は？そう落ち着いて考えていくと、別にこの人たちは村に反抗的であったわけではないとすぐに分かっちゃいますから。それに、それに、その崎家って実は何にもやってなかったんです。たたりを起こしたのでも防ごうとしたわけでもない。噂に怯えていたという点では私たちと同じでした。Cの言う通りなのです。園崎家、そしてお寮はいつも大したことをしていたわけではないのですよ。じゃあ、ひなみざわの園崎家って本当の意味で象徴でしかないのです。そしてそれは君吉家、古出家の他の御三家にも言えること。ただ村を一つにまとめ上げるために絶対的権威が必要だったので、三つの家はお社様という崇拝対象を作り上げて、関連した様々な事件をたたりとして扱いました。それがたくさんの人の畏怖と曲解を呼び寄せて、鬼隠しというものが出来上がったのです。なんかそれって迷惑な話だよな。仕方がないのです。工事現場の監督は現場の人にも評判が悪かったので、口論から発展と想像できました。でも賛成派だった北条家夫妻の事故はあまりにも象徴的で、僕も最初は園崎が裏で動いているのではないかと疑ったこともあったのですよ。でも園崎は何もしていなかった。それはリカちゃんも突き止めていたんだな。リカちゃんはそのご両親がなんで亡くなったのか知ってるのか？み、それを聞いてどうしますか？俺の勝手な推論だ。シオンはこの鬼隠しのたたりにあった人たちの事件に一貫性がないと言っていた。それは動機がみんなバラバラだからだと思うんだ。2年前の事件だけなぜか人為的な動機が見当たらなかった。単なる病死でなければたたりによるものとしか説明がつかない。その結果みんながたたりが本当に存在するのだと強く信じるようになった。つまりこの事件がきっかけとなって、それ以前に起こったものも含めた一連の事件が不可思議な現象に変わったんだと思う。なるほど、そこに行き着いたのですね。やっぱり圭一なのです。僕もそこまでは考えたこともありませんでした。
養子と言っても信じてはくれませんでしょう。でもおそらくあなたも疑っている通り、たたりでないことは確かなのです。そして人為的な動機が垣間見えないのも無理はありません。犯人はたたりを隠れ蓑に利用したのですから。たたりを利用した？その犯人ってやっぱり。み、ここまでにしてくださいなのです。それよりも圭一、その高野が持っていたというスクラップ帳見せてほしいのです。ああ、これだ。これを C やレナ、そして圭一に見せていたのですね。ようやくわかりました。わかったって何が？このスクラップ帳、これが全てのトラップだったのですよ。どういう意味だ？妄想は頭で描いている限りは妄想のままですが、どんなこじつけでも根拠が文章として示された途端、それは一つの理論となります。そして自分以外の人間が書いた文章は自分だけじゃないと共感を呼び、雑誌などの媒体はあり得ることとしての信憑性を高める。だから園崎家や雛見沢に疑いを持つ者がこれを読むと、自分の考えが妄想ではないと錯覚して、さらに疑ってしまうことになります。人は見たい現実だけを見るってやつか。Cはミーと和解したおかげでこのトラップに陥ることを逃れられました。危ないところだったのです。このまま進んでいたら C はきっと。リカちゃん、助かったのです。圭一、やはりあなたが仲間にいてくれて本当に良かったのですよ。それにしてもさ。何ですか圭一？このスクラップ帳は高野さんが作ったって言ってたよな。だとしたら作った本人はなおのことこれを事実みたいに信じ込んでるってことになるんじゃないか。まるでたたりをその目で見届けたいみたいに。どうしたんだ？リカちゃん。ええ。殺すわ。女王感染者の死体が作戦の鍵なの。あなたはここから遠く離れた東京の地での醜い政治的勢力争いの具になるのよ。そして鬼ヶ淵村の伝説のピリオドとなる。まさか高野はたたりを人為的に発生させて村人全員を殺す気なのですか？